トヨタ海一、トヨタ海一、トヨタ F1 は日本のトヨタモータースポーツ TMG が運営した海一コンストラクター。2002年平成14年から2009年平成21年まで海一世界選手権に参戦した。レーシングチームの正式名称はパナソニックトヨタレーシング。母体は自動車メーカー、トヨタ自動車。 ドイツケルンのトヨタモータースポーツ有限会社を母体とし2000年平成12年に発足した。なお F1 チームの国籍登録は日本としており日本人技術者は2005年時点で30人強が派遣されていた。自作のシャシーで会一に参戦する日本国籍のコンストラクターとしては1960年代のホンダ、1970年代のマキ、 小島に続いて4チーム目となる。さらにエンジンを含め、車体すべてを自作する、フルコンストラクターとしては、ホンダに続く2例目となる。会1マシンの設計、製作、メンテナンスは、TMG が行い、中長期的な研究開発は、日本の静岡県にある、トヨタ東富士研究所が担当した。他に、フランスのマルセイユ近郊のルイコールキャステレにある、ポールリカールサーキットを、 テストコースして使用していた。2002年、平成14年開幕戦より、会一に参戦し、2009年、平成21年最終戦後に撤退を表明した。8年間の活動における決勝レースの最高成績は2位、5回、予選では、ポールポジション3回を獲得。コンストラクターズ順位は、最高4位、だった。日本の F1 コンストラクターで、 ポールポジションと表彰台を獲得できたのは、ホンダとトヨタのみでや、一方で、トヨタは2位には何度か上がりながら、優勝にだけは手が届かなかった。トヨタのヨーロッパにおけるレース活動としては、世界ラリー選手権において、トヨタのワークスチームであったトヨタチームヨーロッパが1972年、昭和47年から1999年、 平成11年までの28年間世界ラリー選手権に参戦し、日本車メーカー史上初を含むドライバーズタイトル4回、1990年、1992年、1993.1994年、マニファクチャラーズタイトル3回、1993年、1994年、1999年を獲得する活躍を見せていた。また、TTE 以外では、 関連会社のトムスと組んで、1985年から1992年まで、ルマン24時間レースや、スポーツカー世界選手権に参戦するなど幅広い、活動を行っていた。一方、海一に関しては何度か、エンジン供給の話が噂に上がってはいたがいれも、幻となっていた。1980年代に、ロータスと技術提携した際、チームロータスへ供給する。 ターボエンジンを試作したことがあったが、チームの体制変動により計画は立ち消えとなっている。1991年、平成3年にトムスがアラン・プロスト、ジョン・バーナードらと共に、会一参戦を試みた際には、エンジン供給を断っている。詳しくは、プロストグランプリを参照。しかし90年代の WRC は、エントラント優勝者もに、日本車メーカーが、 ほぼ独占状態であったためヨーロッパでの人気低下が著しく加えて同じカテゴリーで勝ち続けることへの不安の声社内で大きくなっていたそこで1997年にトヨタ自動車社長に就任した奥田博士はヨーロッパにおける新たなブランドイメージ作りとシェア拡大若者に対するアピールなどを目的として1997年平成9年により 海一への転身の本格的な検討に入り、同年11月には、社内決定。1999年、平成11年1月21日、記者会見において奥田が、21世紀初頭から、海一世界選手権に参戦することを正式に、表明した。自動車メーカーが、F1 に新規参入する場合、有力なシャーシコンストラクターと組むか買収することが、 勝つための常識とされていたが、トヨタはエンジンから車体設計まで全て自社製で参することを選択した。当初は2001年、平成13年より参戦を開始する予定だったが、会一のエンジンレギュレーション変更などの関係で準備が遅れ、結局2002年にデビューすることが決まった。参戦表明した当時、エントリー可能なチーム数は12までという規定があり、トヨタは 国際自動車連盟に4、800万ドル、当時の為替レートで約49億円という巨額の協託金を納めて、残り1枠を仮押さえした。2000年に参戦すれば協託金は全額返還、2001年ならば1、200万ドルが没収されるという仕組みだったが、トヨタはさらに1年遅れたため、4、800万ドル全額が没収された。TTE には、 サーキットレースの経験がなかったため、会1への予行演習として TS020 を開発し、1998年1999年のルマン24時間レースに参戦した。なお、TMG 側が F1 参戦のことを知らされたのは1998年ルマンが終わってからであった。1999年をもって WRC ルマン参戦を終了し、 2000年、平成12年より、ケルンの TMG 施設を拡張て、会一への準備が行われた。会一チームの開発責任者には、ルマンで2位を獲得した TS020 のデザイナーである、アンドレ・デコルタンツが就任した。なお、マクラーレンのエイドリアン・ニューウェイにもオファー出したが、金持ちがドイツであることを理由に断られている。 ヤマハ発動機と資本提携及び高回転エンジン開発に関する技術提携を行い t s 零二零をテストカーとして TMG とポールリールサーキットでの研究開発が始められた。ドライバーはアラン・マクニッシュとミカサロが起用された。マクニッシュは九百九十九年のルマンにトヨタチームで参戦したドライバーであり、またサロは日本語でのコミュニケーション能力があるなど、 このドライバーラインナップはマシン開発を重視したものであった。2001年、平成13年にはテストカー TF101 を発表し、各地の GP サーキットで精力的にテスト走行を続けた。しかし、結果が賛ましくないことからコルタンツを解雇し、同年5月に本格参戦用マシンの開発責任者として、グスタフ・ブルナーをミナルディから雇い入れた。ブルナーは、 いくたのチームを渡り歩いた末、ミナルディでは全体を見回しやすい小規模なチームでの仕事が好ましいと感じて、他チームからのオファーを断っていた。彼の突然の遺跡は驚きを持って迎えられ、ミナルディの新オーナーとなったポールストッダートは、金の力でブルナーを釣り上げていったとトヨタに対して怒りを隠さなかった。だしこのような引き抜きは、海一では珍しいことではない。ドライバーは、 前年発表されたミカサロとアランマクニッシュに加えて、テストドライバーにステファン・サラザンを起用した。参戦初年度、開幕戦オーストラリア GP で6位入賞を果たし、最初の目標をクリアした。その後もブラジル GP で6位入賞したが、その後ポイントを上げることができず、結局この2回の入賞に終わった。自社風道の完成が遅れていたため、TF100 には、 当初より空力面のダウンホース不足が明らかになっていた。途中リタイアも多く、会チームの一つであったミナルディよりも総合成績負けると、会一の世界の厳しさを味わう一年となった。コンストラクターズランキングは10位。ドライバーを一新し、オリビエ・パニスとクリスチアーノ・ダマッタに変更した。ダマッタは2002年のカートシリーズで、 トヨタエンジンユーザー初のチャンピオンとなった秘蔵庫、あった。シーズン開始直後に、トヨタ会一チーム社員によるフェラーリへのスパイ疑惑事件が発生した。これは、トヨタの TF-103 が前年のフェラーリ会2000人に告示した部分があるとして、問題になったもので、これら元従業員は、疑惑が持ち上がった際、直ちにトヨタを解雇され、2005年、 平成17年11月には起訴された。容疑者は、トヨタのコンピュータから収集された証拠を突きつけらた、ために罪を認めたと言われているが、トヨタ側はその後の開発は、実質上トヨタが行っており、これをフェラーリに与えることは彼らに大きなアドバンテージを与えるとして、フェラーリにソフトウェアを返却することを拒否した。この年は7回入賞して獲得ポイントを16に伸ばし、 コンストラクターズランキングは8位となった。しかしルール変更に助けられたこともあり、前年までのルールに当てはめると、あまり成績は向上したとは言えなかった。また、TTE の設立者であるオベアンダーソンが、チーム代表を離れて、相談役に退き、富田つとむが、TMG 会長と、新チーム代表を兼任することになった。2003年12月に、 ルノーからマイコガスコインがテクニカルディレクターとして加わり技術部門を統括することになった。ブルナー作の TF-104 の性能が低かったことからガスコインが改変作業を主導しシーズン中に TF-104 バイトを投入することになる。成績不振からドライバー人事も作装した。第十二戦ドイツ GP 終了後にガマッタは解雇されそのシートには 中国 GP まで、リカルド・ゾンタが、日本 GP 以降はルノーから移籍したヤルノウルウリが、座った。また、パニスが、日本 GP を最後に引退したため、最終戦ブラジル GP は再び、ゾンタがドライブした。コンストラクターズランキングは前年と変わらず8位だったが、獲得ポイントは9点に減った。新たに、ラルフ・シューマッハが、チームに加わり、 前年末から引き続きのトゥルーリという組み合わせとなった。アメリカ GP ではフリー走行中にシューマッハが負傷したため、ゾンタが大役出場したが他のミシュランタイヤ勢と一緒にレースを棄権した。ガスコインが新車輪 F105 の設計に本格的に参加し、トヨタチームの潤沢なリソースを効果的に活かしたことで、同チームにとってはそれまでで最も良いシーズンとなった。 スルーリは第2戦マレーシア GP でチームの初表彰台2位、アメリカ GP では初ポールポジションを獲得。シューマッハも日本 GP でポールポジションを獲得した。二人で表彰台計5回をはじめとしてコンスタントにポイントを獲得し、コンストラクターズランキング4位、88点の成績を収め、大検討と言える結果になった。この年から、 カスタマーエンジンの供給活動も開始し、ジョーダン、2006年はジョーダンを買収した MF1 レーシングと契約した。前年の結果から好成績が期待されたが、タイヤをミシュランからブリジストンにスイッチした結果、タイヤの性能をうまく発揮させることができず、苦戦を強いられることとなった。4月にテクニカルディレクターのマイクガスコインを解雇して、体制を刷新。 モナコ GP から改良型の TF106 バイトを投入した結果コンスタントにポイント獲得できるようになったが大勢を覆すことはできずコンストラクターズランキング6位35点と前年に比べると期待外れの結果となったレギュラードライバーは前年と同様シューマッハとトゥルーリだったがテストドライバーのゾンタとパニスがチームを離れ新たにフランク・モンタニーが テストドライバー兼、リザードライバーとして加わった。またエンジン供給先をウィリアムズに変更し、技術提携などを図ることとなった。なおこの縁で、トヨタヤングドライバーズプログラムの中島和孝が、同年最終戦以降ウィリアムズから参戦している。このシーズンはリタイアが多く、また乾燥しても会に終わることが多かった。鈴鹿に代わり、トヨタが買収した富士で開催された。 日本 GP でもノーポイントに終わった。結局一度も表彰台に上ることなく、コンストラクターズランキングは6位、13点となり、トヨタエンジンを搭載するウィリアムズ4位よりも下になった。この年スーパーアグリとトロロッソがコンコルド協定に違反して、他のコンストラクターが作ったマシンを流用しているとして、スパイカーが調停裁判を起こした。 いわゆるカスタマーカー問題では、ルノーと共にスパイカーを支持した。同年6月には設立準備期より、会一プロジェクトを率いてきた、富田勤が人事堂により、富士スピードウェイの会長に就任。TMG 会長とチーム代表の職を山品忠に譲った。3年間在籍していたシューマッハはこの年限りで、会一を引退し、 またこの年加入した、モンタニーも11月のバルセロナテストを最後にチームを離れた。2008年、平成20年は、ヤルノ・トゥルーリに加え、2007年 GP にチャンピオンの、ティモグロックが、ラルフ・シューマッハに代わって加入した。サードドライバーには、TDP ドライバーである、小林カムイを起用した。ウィリアムズにも引き続きエンジンを供給している。この年は、 シーズン当初からトゥルーリが速さを見せ、フランス GP ではチームにとって2006年、オーストラリア GP 以来となる3位入賞を果たした。フランス GP 前に元代表であるオベアンダーソンが交通事故死しており、彼に捧げる3位表彰台となった。グロックもシーズンが進むにつれて調子を上げハンガリー、GP では2位入賞した。コンストラクターランキングは5位、56点。 2009年、平成21年は引き続き、トゥルーリとグロックのコンビで臨んだ。2009年1月15日に、新車 TF109 を発表したが、第1回全体を覆う、コスト削減への流れに合わせ、これまで言っていた、新車発表会は行わず、代わりに、インターネット上で、全世界に向けて公開した。トヨタは、ブラウン GP やウィリアムズと共に、 新レギュレーションの盲点をつく、マルチディフューザーを開発。他チームから抗議されたが、FIA 国際構訴審で合法と認められた。開幕戦のオーストラリア GP では、リアウィングの規定不適合から予選失格となり、決勝を最後尾からスタートしながらトゥルーリが3位、グロックも4位でゴールした。マレーシア GP でもグロックが3位、第4戦バーレーン GP では、 チーム初の予選フロントロード読戦を果たして初優勝が期待されたが、決勝ではタイヤ戦略に失敗してトゥルーリが3位とな。このレースとヨーロッパ GP ではファステストラップをマークした。中盤戦は不審にあえいだが、第14戦シンガポール GP ではグロックが、第15戦日本 GP ではトゥルーリが共に2位を獲得。日本 GP で日本チームが表彰台に上るのは、 初となり、これが、豊田会一の最後の表彰台となった。第16戦ブラジル GP では、前戦予選で負傷したグロックに代わって、リザーブドライバーの小林カムイが F1 デビューした。最終戦アブダビ GP では小林が6位に入賞し、2007年の佐藤拓馬、スーパーアグリ以来2人目となる完全日本製、パッケージ、日本のコンストラクター、日本人ドライバー、 日本製演じ、日本製タイヤでのポイント獲得を達成した。獲得ポイント59.5点、コンストラクターズランキング5位という成績は前年とほぼ同じであったが、翌年に期待を持たせる形でシーズンを終了した。リーマンショックに橋を発する経済状況悪化により、2008年をもってホンダが F1 から撤退。 トヨタ本社も2009年3月期の連結決算で59年ぶりの赤字を計上したことから年間数百億円の予算を投じる会一活動の見直しがささやかれるようになった。トヨタ参加の富士スピードウェイは会一開催権の返上を表明し、ウィリアムズとのエンジン供給契約も打ち切りが決した。トヨタは2009年7月にコンコルド協定の延長案にサインし、 2012年までは参戦、継続することを表明した。しかし、同時期には、本社役員会で撤退案が討議されるようになり、TMG 社長、ジョン・ハウェットと副社長の木下義明が、マネジメントバイアウトを行い、トヨタから独立して、チームを存続するプランも検討された。新チーム名の候補としては、不死長を意味する、フェニックスが上がっていたが、最終的にトヨタは、 会一から完全撤退する道を選んだ。最終戦アブダビ GP から3日後の11月4日、記者会見において、トヨタ自動車の豊田秋夫社長が2009年シーズンをもって、海一から撤退することを発表した。トヨタ自身、社長就任前には自ら、ドライバーとして、ニュルブルクリンク24時間レースに出場するなど、モータースポーツ応援推進派として知られるが、記者会見では、 社長になり、立場が変わったところもありますと口を固く閉じ、苦渋の決断であることを伺わせた。また、記者会見に同席したチーム代表の山下忠氏は、一緒に苦労してた仲間のことが頭をよぎるんです、と涙を見せた。一方で、FIA は、トヨタのこの決定に、法的な問題がないかを、改めて調査する意向を示した。トヨタと同じく2009年限りで撤退する。 BMW はコンコルド協定にサインしていなかった。11月30日に FIA が発表した2010年の F1 エントリーリストでも TMG はコンコルド協定にサインしておりチームとして参戦すると異例の注釈がつけられた。会1チームの連合体であるフォーミュラワンチームズアソシエーションは FIA 同様にトヨタの決定に失望を表明したが一方で 大手自動車メーカーにとって厳しい経済状況であるということに理解を示し、この8年間にわたるトヨタ会一チームの貢献と活躍をたたえた。11月22日、トヨタモータースポーツフェスティバルが富士スピードウェイで行われ、今季限りの撤退が決まったトヨタのマシンにヤルノトゥルーリと小林カムインが乗り、ラストランを行った。トヨタはドイツのケルにある TMG の施設等は売却せず、今後もヨーロッパにおけるトヨタのモータースポーツ活動拠点として利用し続ける方針としたため、過去に同様に、海一撤退を発表したホンダ海一や BMW ザウバーとは異なり、チーム売却による参戦継続の可能性は低かった。前述のコンコルド協定の問題については、2010年、 平成22年からの F1 参戦を目指すセルビアのステファン GP が TMG の契約を引き継ぐ形で参戦するとの観測が流れたが技術提携のみの関係で基本合意したことが発表された。2010年シーズン用に開発中だった TF110 をステファン GP が使用し TMG スタッフの一部も移籍するという形で 会一への関与が続く図であったが、2010年3月3日に、FIA が発表した2010年間1、エントリーリストにステファン GP の名は載っておらず、参戦は実現しなかった。TMG は開幕戦開始日にリリースを発表し、会一に関わる技術、開発、供給支援を終了し、同チームとの提携も解消となった。同年5月5日、 ドイツケルンの t m g 敷基地内で TF110 が公開され、走行も行われた。マシンは2台が製作され、1台はカーボンチの黒のまま、もう1台はステファン GP の要望により赤に塗装れていた。TDP メンバーで2007から2009年までウィリアムズからカイ一イに参戦し、ステファン GP のドライバー候補でもあった中島和孝がドライブを担当した。 中島のトヨタイ一マシンドライブは、公式的には2009年のトヨタモータースポーツフェスティバルで、旧型マシンを走らせて以来。また、同年には、ヒスパニアレーシング海一チームとの提携に向けた交渉が行われ、契約も結ばれていたが、11月の期限にこのチームが支払いをしなかったため、パートナーシップは築かれなかった。2010年8月からは、 ブリジストンに代わって2011年より、会一のワンメイクタイヤ供給を担当するピレリと契約し、2009年型の TF-109 を2010年のレギュレーションに適合させる改造を行ったで、タイヤテストのためにマシンやスタッフを提供した。テストドライバーは当初ニック・ハイドフェルドが起用されたが、後にロマングロージャンやペドロデラ・ロサなどが交代務めた。 なおテストに2010年型の TF-110 ではなく1年落ちの TF-109 を使用しているのはピレリによれば TF-110 は走行データが不足しているのに対し TF-109 は実践でのデータが豊富にあるためとしている TF-109 は2011年までテストプログラムに使用された TMG は回一撤退後ピレリの F1 タイヤテストへのマジン供給のほか。 電気レーシングカーの開発など、多数のハイテクプロジェクトを委託している。その委託業務には、現在参戦中の F1 チームからの開発作業、製造委託、風土貸し出しなどの業務もある。シャシー部門、シニアゼネラルマネージャーだったパスカル・バセロンも、シャシーエンジニアリング部長として、チームに泊まっている。特に風土に関しては他チームから高い評価を受けており、 フェラーリ百138のように自社風道を一切使わず TMG の風道のみで空力発を行った車が登場したほどである。2012年3月には元 BAR のマネージャーとして知られるクレーグ・ポロック率いる PURE 社が2014年からの F1 参戦を目指して TMG とエンジン開発契約を結んだことが発表された。PURE は TMG ファクトリーの設備を借りて、2014年より導入される1.6リッター V 型6、気筒ターボエンジンの開発準備を行う。ただし、PURE は資金難のため2012年7月に活動を停止しており、このエンジン開発は事実上とんざしている。脇停止回数の75%を消化せず、レース終了。 通常の半分のポイントを加算小林か夢エラは、第16戦より、グロックに代わって参戦。トヨタの年間予算額は公式発表されていないが、会一関連メディアの調査によると、全チームの中でもトップクラスにあったとみられている。会一レイシング市調べの2006年度、総支出額は、全チーム中1位となる約481億円、1ドル、イコール115円換算。 また、ホーミューラマネー調べでは、2005から2008年の各年の年間推定支出額は1位のんだに次ぐ3億ドルとされている。ピーク時には、本拠地である TMG2000 人の従業員を抱え、最新の実験設備で開発を行っていた。トップチームの場合、大小2機の大型フードを稼働しているが、測定データのすり合わせ、キャリブレーションに手間取ることがある。 トヨタは2007年に第一フードの隣に同サイズの第二フードを完成させ開発速度と精度を高めようとした。トヨタの F1 撤退後もフェラーリら複数のチームがこの設備をレンタルしている。通算0勝年間ランキング最高4位という成績を見れば巨額の投資に対するコストパフォーマンスは悪かった。レーシングの数字では ルノーの2006年の予算は6番目、約373億円だったが、この年のダブルタイトルを獲得している。大手自動車メーカーが F1 に参入する場合、既存チームを買収して、技術、人材、マネージメントといったリソースを利用するのが一般的である。ホンダの場合は、BAR へのエンジン供給に始まり、2006年から自社ワークス化している。しかし、 この方法では2005年に撤退したフォード、ジャガーのように、オーナー、企業と、現場、チームの理念が一致しない場合がある。トヨタは、新規にチームを立ち上げただけでなく、効率化、村よけ、課題の共有、改善、といった本業の自動車製造における、成功原理、トヨタ式を、モータースポーツにも知るべし、独自のスタイルで頂点を目指そうとした。 結出した人材よりも組織の協調性を重んじ2006年にマイクガスコインを解任してからはパスカルバセロンな各部門の開発責任者を並びで配置する集団体制を取った。またドライバーの遺跡市場でもチャンピオン経験者を積極的に取ろうとしなかった。最終的にはその試み身を結ぶ前に会一撤退の日を迎えるに至った。 トヨタに6年在籍したヤルノ・トゥルーリは、後にこう語っている。ヤルノ・トゥルーリは2013年のインタビューで、元 TMG 社長のジョン・ハウエットを、あの位置にいるべきではなかったと批判している。ハウエットは、わざわざライバルに助言を求めて、ロス・ブラウンとエイドリアン・ニューウェイのどちらも獲得することをやめたり、タイヤ屋のパスカル・バセロンを技術陣のトップに置けたりと、 適材適所という面で大きな足かせになったという。後年こそ表彰台や PP を獲得するなど上位チームとしての存在感を示したものの、大々的に資金を投じながら未勝利に終わったトヨタの F1 活動はあまり良い印象で語られることはない。しかし一方で現在のトヨタのモータースポーツ活動に大きな遺産を残している。 活動拠点の TMG はその最たるもので、会一のために投資された最新鋭の設備と技術は、WEC のチャンピオンマシンである TS040、ハイブリッド、ルマン優勝マシンの TS050 ハイブリッドを生み出した。また2018年にマニュファクチャーラーズチャンピオンとなった、ヤリス WRC のエンジン、GRE も TMG が開発を担当している。人材面でも同様で、 上述の GRE の開発責任者である、青木特製は、開一時代から TMG に関わっていた。思想面でも、莫大な資金をいたずらに消耗するようなレースのやり方は反省され、WEC の LMP1 でライバルだった、アウディポルシェに比べ低コストで運用されていたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。